まずストレッチからやっていきますので、ここから音声ミュートにしていただいてやっていきましょう。ではこの状態から上に上げていって、で戻す。
背中を丸めるようにおへそを見る形でぐーっと上げていきます。丸く背中を丸めておへそを見ます。なるべく骨盤を立たせるような形ですね。ぐーっと猫みたいな形でぐーっと持ってきて、で今度は骨盤からお尻をでっちりにしながらぐーっとお腹を腰を反るような形で上を向きます。よし、元に戻す。これを繰り返します。ウェーブするような形ですね。背骨をウェーブしていきます。そうで、このお尻グッとでっちりにしたら腰を反っていって上に向く感じですね。そうです。で、また背中を上に。皆さんこんにちは。今ストレッチしてるんで皆さんご一緒に。はい、はい、で、音声だけミュートにお願いします。音声だけミュート、あ、こちらの音声をですか。はい、あのトレーニング中はですね。了解です。でもしあれでしたら僕のところ画面固定してください。はい、で、僕ぐーっと背中を丸めて、手に力入れないようにおへそを見ます。で、このまま今度逆にぐーっとお尻突き出して、そうです、あ、いいですね、上向く。これで背骨周りを動かしていきました。 OK。 では次はちょっと股関節伸ばしていきます。両手をこのように広げて、肘が上に肘を乗せます。で、つま先を上げる。1、2、3、股関節を伸ばしていきましょう。4、5、6、7、8、9、10。はい、OK。で、このまま8の字を引いていきます。1、2、3、4、いいですね。5、はい、OK。 では最後ですね、両手を地面についていただいて、膝曲げても OK です。で、ここから一回手をついたら一度お尻を上げます。で、前に進んでって半歩ずつ進んでいきます。で、行けるところまで行ったらまた手で戻る。はい、行きましょう。1、1、1、進んで、そしたら手で戻って、はい、いいですね。行けるところまで行って戻る。1、1。で、今度は足で行きましょう。手まで出ていったら足を前に一歩ずつ伸ばしていきます。後ろ側、いいですね。 OK。 そうしましたらちょっと水分入れたり休憩して、ここからトレーニングに移ります。せっかくに水分補給は自由にとっていただいて構いませんのでお願いします。はい、行きましょう。両手をついて四つ葉になります。先ほどの一緒に肩の真下に手を持ってきていただいて、肩幅に両足両手を広げます。手は足はペタッとついていただいて、膝を少し後ろに下げます。こんな感じですね。そうです。で、この状態でこういう風にお尻が前に行かないように少しお尻引いてでっちりに軽くします。こうするとこの時点でお腹にちょっと力入ると思います。で、このまま手を上げる。楽な方は足も上げちゃいます。そうです。このままキープします。では行きましょう。まず下ろして一回下ろしましょう。はい、行きましょう。レディー、はい、アップ。そうです。キープして鼻で息を吸って口から吐く。意識は手ではなくてお腹でいきましょう。ふーっと吐いて、もうちょっと3、2、1、
はい、戻して今度逆行きましょう。反対側の手を上げて、はい、キープ。1、はい、スタート。呼吸は止めないですよ。ふーっと呼吸止めないようにして、はい、頑張っていきましょう。3、2、1、OK、戻します。では今度この状態で膝を上げたまま足を伸ばします。右足を後ろに伸ばす。この時に横に左側にずれないように体をまっすぐこのまま足を後ろにします。で、キープ。レディー。はい、伸ばす。ゴー。呼吸止めないですよ。鼻で息吸って、で、腰を下に、お腹を下に落とさないように、ぐっとしっかり、お腹に力を入れて、足を上げすぎなくて大丈夫ですよ。3、2、1、OK、足戻します。今度反対行きましょう。レディー。はい、伸ばす。いいですね。おー。力は入れないように。3、2、1。はい、戻して OK です。では次は、バランス。手と足を伸ばします。右手と左足を伸ばして、タッチして伸ばす。これを10回やります。ちょっと余裕の方は両足を上げた状態、つま先はつかずに、膝だけにして、この状態からタッチして伸ばす。これをやってみましょう。では、両手ついて、手が開かないように気をつけてくださいね。手は肩の真下に持ってきていきましょう。レディー。はい、右手、左足伸ばして、はい、タッチ。はい、伸ばす。1、タッチ。伸ばす。2、バランス。止めて、3、よいしょ。はい、4、はい、ナイス。5、いいですね。6、はい、まず体を反らないように、頭を上げないように、このまま、そうそうそう、7、8、9、ラスト、OK、OK です。今ちょっと注意した点、一つですね、今度は左手と右足をやるんですけど、こういうふうに上に反らなくていいので、手と足をまっすぐ後ろに伸ばすだけ。で、この軸は固定です。このまま固定した状態でやりましょう。では、左手と右足伸ばして。レディー。はい、タッチ。はい、1。はい、2。タッチ。3。タッチ。4。5。はい、5。いいですよ。タッチテンポ、6。呼吸が止めないように、7。よいしょ。8、9、ラスト。はい、OK。いいですね。OK、OK。で、ちょっと次、負荷を上げていきます。同じように四つ倍になって、ちょっと膝を腰幅よりも広くスタンス取りましょう。で、手の位置は肩の真下変わらずです。これが前に出ちゃうと、肩きつくなってしまうので、しっかり後ろに引きましょう。この状態で膝をアップ。肩が上がらないようにして膝をアップします。床から2センチぐらい上げる感じですね。では、四つ倍になっていただいて、準備しましょう。レディー。はい、上げて、ゴー。そうです。ちょっと斜め上見る感じですね。そう、OK。はい、もうちょい。3、2、1、OK。OK、いいですね。じゃあもうちょい頑張っていきましょう。今度は横側いきます。横向きになって、右の肘をついちゃいましょう。で、両足をまず曲げた状態を作ります。で、このまま両足を少し後ろに引いていただいて、こちらの下の骨盤を後ろに引きます。
そうすると体がまっすぐになると思いますので、この状態で、あとは肩の肘の位置を少しコントロールしていただいて、肘が痛い方はタオルなどをバスタオルとか入れていただけると、この肘の負荷が少なくなるので、ここはちょっとご自身で調整してください。で、この状態でここを上げる、アップ。これでキープ。余裕な人はダウンして、ここで上げる。ダウンして上げる。これどちらでもいいです。キープだけでも OK。これはご自身に任せます。では、いきますよ。まず、皆さん、上げて、アップ、レディー。はい、ゴー。上げても OK。そう。はい、そう、動かす、そう、動かして。そう。上半身は下げない。ちょっとだけ下げて、下で上げる。そう。ナイス。はい、まだまだ。うん。うん、うん、はい、3、2、1、はい、OK、 いいですね、この横の腹筋使います。では今度は今の状態でまず上げていただきます。この上げていただいたら手と足を伸ばす。足は30度ぐらい、このお尻使います。お尻とここ横の腹筋使います。で、手はまっすぐ前に伸ばす。まずこの状態作りましょう。ここからまず皆さん上げます。上げてそうで、はい、足を伸ばしてスタート。そうキープ。皆さん足が平行ぐらいですよ。持ち上げましょう。そう OK、 ナイス、頑張って、ここキープ。3、2、1、はい、OK、 ナイス。はい、では今度反対いきましょう。左の肘を当てて、手足伸ばします。あ、曲げます。なるほど。で、膝を後ろにやっていきます。そして骨盤を少し後ろに軽く引きましょう。で、右手は骨盤に当てます。で、このままアップ、キープ、もしくは下がる。これでいきましょう。では、上げますよ、レディー。はい、アップ。スタート。はい、ポイント。よいしょ。動かす、動かして。そう、この下意識ですよ。この横の腹筋意識して。うん。うん。呼吸は止めないように。3、2、1。はい、OK。いいですね。では先ほどと一緒です。まずは上げて手と足を伸ばす。これでキープしましょう。お尻とこの横側イメージで、はい、レディー。はい、まず上げます。はい、ゴー。そう、ナイス。呼吸止めないようにずっと呼吸しながら、呼吸を弱くしていきましょう。効かせて、足頑張って、頑張って。3、2、1、OK! ナイスです、OK です。お尻と、この横側ですね。OK です。では次はですね、上向きをやります。この状態で、両手を後ろに引いて、指先を自分の体の方向に向けて、肩幅ぐらいで手を引きます。これ遠いと肩痛くなってしまうので、なるべく自分の肩の真下ぐらいで、で、足は両足広げるような形でやっていきます。で、このまま、まずお腹少し上げていただいて、ぐーっと持ってくる。背中で押す。これでキープしましょう。頭は少し下げていきます。肩に力入れないように背中で押しましょう。はい、ではアップします。レディー。はい、アップ。そう。はい、キープ。タモさん、膝曲げて。そうそうそう。オッケーオッケー。それでぐーっと背中で押す。ぐーっと。あ、いいですね。皆さん、いい姿勢。はい、もうちょい。3。2、1、はい、OK。 だいぶ余裕な感じですね。もう少し頑張っていきましょう。ラストです。
この状態、今と同じ姿勢をとって、できる範囲でいいです。手を、万歳。万歳。片方だけ上げる。片方だけ上げる。上の足は、斜めに上げてください。まっすぐでも OK です。これが、上げるときに体を下がらないように、上げた状態で、万歳します。では、指先をずっと見ていきましょう。では行きます。まずこの手を置いて、行きますよ。アップ。はい、レディーゴー。アップ。フォー。体を下げない。フォー、いいですね。はい、ネス。フー。フー。はい、続けて、おしょ。背中もいわゆる、頑張って、おしょ。おしょ。はい、もうちょっと。はい。はい、3、2、1、はい、OK。 いいですね。背中周りですね。背中はなるべくこう意識してなかなか使いませんので、今みたいに背中に重力をかけてあげることって非常に大事になりますので、まあ、このように体幹トレーニングの一種としてやっていきました。ではここからはちょっと最後3分間追い込み のトレーニングになります。で、まあ、初めての黒川さんちょっと分からないかもしれないんですけど、20秒、動き続けるというのを3つやります。で、それを3サイクルなので3分で、これは休憩なしで行っていきますのでお願いします。で、やることを今3つ説明しますね。1つ目はこの状態、肘をついてこのままキープ。これで20秒。で、2つ目はそのまま上向きになっていただいて、両足を上げます。で、かかとを立ち。これが20秒。で、3つ目はこの状態で足をキープ。足を上げた状態でキープする。これを20秒っていう形で、これを3つ3回やります。皆さん大丈夫そうですか？ OK OK、 もう一回 OK です。一つ目はこれですね。このままキープ、プランクというやつですね。肘つきでこのままキープ。二つ目は上向きになっていただいて、両足を曲げた状態でキープして、このまま自分のかかとをタッチします。で、三つ目は肘ついていいので、体を落としていただいて、両足を伸ばして下腹部でキープ。これです。OK。では行きましょう。ラスト。皆さん、では上向きで準備していただいて、いきますよ。5秒前。2、1。はい、アップ。キープして。キープして。そう、受け止めないですよ。いいっす。ブー。ブー、ご受け止めない。よいしょ、頑張って。はい、元気。タッチ、タッチ。かかとを、タッチ。かかとタッチできない方は膝の、これでもいいです。膝タッチでも OK です。はい。ブー。ブー。ブー。はい、頑張りましょう。ゴー。いいですね。はい。はい。はい。その肘ついて、足伸ばしてキープ。下腹部、腰触らないように。腰に手を当てても OK です。顎を引いて。そう。3、2、1。はい。下向き。キープ。タッチタッチ、はい、ゴーゴー、はい、ゴー、ふい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 、ファイト。足は動かないですよ、上体だけで。はい、ナイス。はいはい、ふい
はい、足伸ばして。キープ。地面からギリギリのところで頑張りましょう。呼吸は止めない。自分に負けないように頑張って、できる範囲でやっていきましょう。下向き、ラスト1セット。ここの移動をしっかり速くしましょう。頑張って。ラスト2回、こんにちは、ポイント、一歩でも前に進んでいきましょう、ゴー、ゴー、ふー、ふー、上体を起こして、ふー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 、足を起こして、まだ終わってないですよ。さあ、ゴーテン、よし。よし、ふん、ふん、ふん、はい、5秒、はい、OK、 はい、お疲れ様でした。ナイスチャレンジです、皆さん。まあ、3分、たった3分なんですけど、こうやって家にいる中でしっかり刺激することが非常に大事なので、ナイスです。じゃあ最後、やって終わりじゃなくて、しっかりクールダウンも一緒にやっていきましょう。では、両足を長座にしていただいて、両手を横につきます。で、このままお尻を後ろにつきます。で、手を膝の上で、足を自分の指で沿わせていって、行けるところに行って、ぐーっと、遠くを見ながら伸ばしていきましょう。ももの後ろを伸ばします。ぐーっと伸ばして。頭を丸めないようにですね、下を見すぎてしまうと首痛くなるので、遠くを見ます。指先を見ていきましょう。はい、OK。では、アイキャップしていただいて、足を広げます。で、両手を後ろについて、骨盤を引きます。お尻を一回引く。そうです。で、右手を、ここから、上から左のつま先に向かってぐーっと伸ばして、自分の手首を持ってぐーっと伸ばしても OK です。ぐーっと倒していきます。呼吸は止めないですよ。ふーっと吐いて、ふーっと吐いて、はい、OK。反対行きましょう。左手、つま先に向かって、ぐーっと伸ばして。はい、いいですね。では、今度、お尻伸ばしていきます。どう？伸ばしていただいて、右足の上に左足を乗っけます。で、このまま手を軽く後ろについていただいて、右のかかとをお尻に近づけてまっすぐ引っ張りましょう。横にならないようにこのまままっすぐ引っ張ります。そして後ろに手がついた手で支えながらお尻を一回後ろに引きます。そうです。で、さらにかかとを近づけるとこの左のお尻が伸びてくると思います。で、そのまま足をペタッと落としていただいて、そうです。で、右手で肘でロックしていただいて、ぐっと自分の方に少し押します。腰方向ですね。で、左手を遠くについていただいて、ぐーっと反対側向きます。そうするとお尻と背中周りも伸びてきます。目線は左手ですね。はい、OK。では反対いきましょう。左足に右足を乗っける。手は後ろにして、かかとをお尻に引っ張って寄せる。で、お尻を引いて
直しですね。で、かかとが後ろに近いものを伸びていきますので、調整していただいてやっていきましょう。で、そのまま右足をペタッと地面につけちゃいます。で、左の肘でグッとロックしていただいて、右手ついてぐっと後ろ向きます。はい、OK です。では一回音声を、ミュート解除していただいて、はい、本日もお疲れ様でした。はい、皆さん、ご参加、初参加の方もいただいてありがとうございます。ありがとうございました。こういったような形で今日お昼のテーマは大体その体幹周りってお腹だったりお尻だったりちょっとテーマにやっておりますので、まあ今日やったことで何かこうご質問であったりとか、こういうこともっとやってほしいとかってありましたら、お伝えいただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、今日なんかやってて、むしろ逆に今この要望とかご質問とかありますか？これがきついとか、こうやってほしいとか。大丈夫です。大丈夫、ありがとうございます。 OK ですか？まあ何なり言っていただければと思いますので、明日以降もこの時間やっておりますので、また明日もご参加お願いします。ありがとうございます。本日は以上になりますので、お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。